皆さんどうもご機嫌いかがでございましょうか。つづりでございます。ポケットミラーパート13、続きをプレイしていきたいと思います。はい、前回の続きからかなり時間が経過しておりますが、ハーパイ編の続きをプレイしていきたいと思います。どうぞこちらへ。先へ進む前に少し休んでいきましょう。あ、休む。ええ、そうしましょう。パパイ。はい、何ですか？お茶が飲み、あ、すいません。わからなかった。いいえ、違うの。私は心配なの。ああ、かわいそうに。私はすべて大丈夫だと言いましたよね。あなたは何も心配する必要はないのですよ。私はいつもあなたのためにそばにいます。違うの、ハーパイ。私が心配しているのはあなたのことなの。それはどういう意味ですか？あなた少し変よ。今のあなたは私が最初に会った時のあなたと同じ人とは思えないの。それはどういうことですか？ごめんなさい。私はあなたに何か間違ったことをしましたか？あの、これどっちだろう。はい、いえ。はい。今のあなたは少し攻撃的よ。確かに。あなたが私を思ってくれてるのはわかるの。でも、時々少し不安になるの。私、ごめんなさい。いえ、私は、そうね。私はあなたに迷惑をかけてしまったみたいね。そういうことじゃないの。あなたは本当に優しいのね。もう十分休憩できたようですね。それでは行きましょうか。待って。私たちは急がねばならないのですよ。ぐずぐずしないでください。目的地はすぐそこです。たどり着いたらゆっくり休みましょう。行きましょう。驚くほどきちんと封がされた便箋はテーブルの表面に接着されているかのように置かれている。いろいろ散らばってますね。長い時が経ち、言葉たちはフレーズの迷路の中に忘れ去られている。なんかありますね。大きな本がある。思い出は心への贈り物であり、それらはかつての愛の対象となったものの残像なのだ。良い一文ですね。私はなんだか悲しい。そうですか？愛するものが亡くなった後で思い出が唯一の大事なものになるのだとすれば、思い出は思い出に残る出来事自体よりも大切なものになるってことよね。おそらくあなたの記憶が消えているからこの一文を悲しく感じたのでしょうね。でも私には、私の思い出は必ずしも楽しいものではなく、私の心の支えになるものでもないのです。あなたの過去を受け入れることは私にはできませんし、それを良い思い出として残すことも私にはできません。でもそうだとしても、ハーパイ。私との思い出は悪い思い出だったの？いいえ。いいえ、もちろんそんなことはありません。私にとってあなたは私があなたのそばにいる理由そのものです。あなたとの思い出は
私の一番大切な宝物です。私が持っているすべて。パーパイ。とにかく先へ行きましょうか。さあ、これから少し時間がかかりますよ。どうぞ席に座って。ええ。ついに、私はとても長い間この瞬間を待っていました。それはどういう意味なの？あなたが私のところへ来ることを知っていたんですよ。今ならゆっくり休めますね。私は少し疲れてしまいました。私もよ。そうですね。ここに着くまでにいろいろな困難がありましたからね。でも、もう大丈夫ですよ。私の部屋ではちゃんとした休憩が取れるでしょう。ゆっくり眠ることもできますよ。ええ、ずっと寝てない気がするわ。そうなのですか？それなら、あなたの望みが叶うよう、たくさん私の部屋でもてなしますからね。もてなす？ええ、そうです。あなたのお気に入りだったカモミールティーも喜んで用意しましょう。許してくれるならば、あなたの美しく長い髪を溶かしてあげたいと思っています。あなたの髪はすぐに傷んでしまうようなとっても繊細な髪です。できるだけ早くブラシでお手入れするのが良いでしょう。あ、私、髪のことを全然気に留めたことなかったわ。それは良かった。これからは私があなたのお世話をします。もう何も心配する必要はありませんよ。あなたを危険なものから必ず守りましょう。あなたのそばに私はいます。そしてこれからもずっと。あ、バイ。さあ、もうすぐ着きますよ。あな、あ、どうしたの？わかりません、落ち着いて。あー、ビジット。何が起こったの？ハーパイ、ハーパイ、大丈夫？ハーパイ、返事をして。大丈夫です。あなたは大丈夫のようですね。どこも怪我をしていませんか？私は全然大丈夫よ。あなたはどうなの？立てる？ええ、大丈夫です。さあ、あなたも立てますか？手を取る。ありがとう、ハーパイ。あなたは大丈夫ですか？ええ、大丈夫よ。ここはどこ？あ、ハーパイ。パーパイ、ここはどこなの？解決策を見つけなきゃ。パーパイ、ここから脱出しなきゃ。私が守らなきゃ。パーパイ、パーパイやめて。ドアが閉じない。パーパイ。パーパイに訴えかける。きっと大丈夫よ。心配しないで。立ち止まらなければ大丈夫よ。そうすればきっとどこかへ出られるわ。どこへも出られませんよ。
外へ出る方法は何もありません。なぜそんなことを言うの？ずっとここにいましょう。出て行って歩き回っても何もいいことはありませんよ。でもここにずっといることはできないわ。これは命令です。パパイ、ここに座って待っているだけなんてできないわ。でもそうしてください。ダメよハーパイ、ごめんなさい、でもできない。ちょっと、あ、すいません。ここはどこなの？戻ってきて。私を一人にしないでください。戻ったらダメ。ここからですね。どこへ行くのですか？パーパイ、戻ってきて、私と一緒にここにいましょう。パーパイ、私と一緒に来て。できない、私は。パーパイ、おっと、鍵ですね。銀色のフルートを手に入れた。赤のフルートを手に入れた。青のフルートを手に入れた。黒のフルートを手に入れた。出ましたね。これどうだったかな。やりました。やったわ。ハーパイを呼びに行かなきゃ。その必要はありませんよ。来たー、怖いよー。ハーパイ。怒ってる、怒ってる、怒ってる。あなたにはもう私から離れないようにと言ったはずですが。ハーパイ、なぜ私を置いていったのですか。怖いよー。なぜあなたはここにいるのですか。答えてください。私はただ…なぜ。全部あなたのためにやったんですよ。怖いよ。答えて。私に頼ってくれないんですか。私は何と言いましたか。パパいそうじゃないの。じゃあ何ですか。なぜあなたは私を避けるのですか。なぜ私を置いていったのですか。パパいお願いだから。なぜあなたは私を受け入れてくれないのですか。パーパイやめて。私はそんなに頼りないですか。おはよう。違うの。やっぱりそう思っているのですね。そうじゃないの。それでは私は何ですか。あなたにとって私は一体何なのですか。あなたは私の友達よ。私はあなたを助けたかったの。
なぜあなた、あ、撃たれた、撃たれたよ。あなたに助けなど求めていません。あなたにそんなことを求めてやいませんよ。怖っ。もう平手打ちされてる。可愛い顔にさ。平手打ち。首がない。怖い。おっと、出ましたね。紳士淑女の皆さん、ようこそ。今日のお客さんはノリが悪いようだね。あなたなの？私がどうかしましたか？誰だったらよかったのかな。君はかなり不作法なようだね、お嬢さん。え？そして何よりのろまだ。違う、そんなことない。お静かに。君は本当にやかましいな。たく、だからうるさいガキは嫌いなんだ。さあ始めましょう。今夜のショーは誠に前例のないものです。そして気の弱い方にはおすすめできない類のものです。さて、難しい話は抜きにして始めましょうか。私はこの物語をこう呼びたい。偶然つかめた幸運、セレンディピティと。
ああ、怖いですね。パパイ。パパイを探さなきゃ。探すのじゃ。ここはどこなの？パパイパパイ来てくれたのね。何が起きたの？パパイが先に行っちゃって、私。ああ、申し訳ありません。あなたを傷つけるつもりはなかったの。いや、そんな。先ほど私のやったことには何の言い訳もできません。あの行いを悔い改めようにも私はどうしたらいいのか。私もハーパイに謝らなきゃ。あなたを失望させてしまったかも。そんなことはないです。あんな状況だったけど、ハーパイ。あなたの言うことを聞けなくて、ごめんなさい。謝ることはないのよ。あなたを導くために私はここにいるのです。しかし、私は失敗しました。何の言い訳もできません。いや、パパイ。あなたは私のために十分すぎるほどやってくれたわ。私を慰める必要はないです。あなたを導けなかったのは自分で分かっていますから。でもそんなことなかった。パパイは私をあの女の子から守ってくれたよ。あなたは私を慰めてくれたし、私の話も聞いてくれたし。私のためにこのカーディガンも作ってくれたじゃない。だから、パーパイ、自分を責めないで。綺麗ですね。ありがとう。本当にありがとう。パーパイ、泣かないでよ。私はそんなつもりじゃ。この涙はあなたのせいじゃないわ。私はただ嬉しくって。パーパイ、あなたにすべてを感謝したい。あなたと話して、私は少しだけ自分を知ることができたわ。ああ、私の大切な。私は本当に最低限のことしかしてあげれなかった。ありがとう、ハーパイ。いいえ、どういたしまして。
と。今のあなたなら道を見つけることができます。たとえ私がそばにいなくても。ええ、見つけてみせるわ。あなたのおかげよ、ハーパイ。あなたにこれだけは言っておかなければ。どうかよく聞いてくださいね。ええ。前にあなたを追いかけていたあの女の子。彼女の名前はリゼッタ。リゼッタ？彼女はとても病んでいます。ハーパイ、彼女は私をどうしたいの？私が言えるのは、これが全てです。それはどういう意味なの？彼女に必要なのはあなたの助けです。あなたは不用意に彼女に近づくべきではないけれども、彼女は見た目通りのような人でもないのです。リゼッタ、私がここにいる理由の一つが彼女です。パパイ？ごめんなさい。あなたを混乱させるつもりはありませんでした。彼女を見つけてください。たとえ、また会いたくなかったとしても。会いたくなくても？あなたが自分自身を見つけることができなくなるのではないか。それだけが心配です。あなたに一つやってほしいお願いがあります。それは何？ハーパイ。どうか自分自身を見失わないで。あなたはあなたよ。他の誰でもないあなた自身。でも私はあなたに名前を教えれなかった。あなたがあなたの道を見つけると信じています。だから。お願い。パーパイ？私のことを忘れないで。パーパイ、待って。あんなことをしてしまって申し訳ありません。私は決して。ダメ、パーパイ、やめて。あなたを傷つけるつもりはなかったの。ハーパイ、しっかりして。ハーパイが後悔してますね。注意してください。捨ててはいけません。再び行かせてはいけません。ハーパイ、目を開けて。ハーパイ、いや。これはハーパイの櫛ですかね、ブラシですかね。バイ。あの運命の日から私は後悔の念に駆られ、あれからずっと私の心が安らぐことはありませんでした。欲望に身を任せ、私はやってしまった。何も知らない子供だった自分の愚かさを悔やみます。私はあるものと引き換えに自分自身の家族の幸せを手に入れました。
愛する娘のあなたがいなかったなら、私は何も手に入れられなかったでしょう。はい。それでは、時間の区切りも良いところなので、この辺で終了にしたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。失礼いたしまーす。